テシー・ランボーン・テシー・エリア、ランボーンはキリバスの政治家、官僚、大使。2020年5月より、キリバスの第一野党ボートカーン・キリバスモア党の党首。2018年から2019年にかけて、台北上中の在中加民国大使を務めていた。1991年、キリバスの官僚となる。1994年、留学先のオークランド大学で、 政治学の学士を取得。1998年から2000年にかけて、テブロロシト大統領の秘書官を務める。2007年には、ニュージーランドのカンタベリー大学で、最優秀学生として、国際法、国際政治学の博士を取得。商業工業共同組合時間、内務時間、外務、出入国管理時間を歴任した後、2016年8月、 ターネスマーマウ大統領より、同国の官僚で最高位とされる内閣次官に任命された。2018年より、在中加民国大使。同年6月8日、赴任先の台湾に到着する。同年6月13日の午前、釧路障害公部長に新任状の申請な写しを提出。同年7月20日の午前、蔡英文総統に新任状を法定した。 2019年9月20日、キリバスが台湾と断交したため、ランボーン大使が最後の中大大使となった。2020年4月に無所属で国会議員に初当選。その後、二つの野党が合併して誕生した、新政党ボートカーンキリバスモア党に入党し、党首に就任した。ランボーンが外務次官として在任中の2009年2月11日、 橋本聖子外務副大臣がキリバスの首都タラワに訪問し、橋本の立ち会いの下、ランボーンは吉沢博士在キリバス日本大使と4億円の無償資金協力に関する書簡を交換した。2010年11月9日、ランボーンはタラワで吉沢と5200万円の無償資金協力、ベジオ広角庁計画に関する書簡を交換した。2011年6月29日、 ランボーンはタラワで吉沢と30億5200万円を限度とする無償資金協力、別オ広角張計画に関する書簡を交換した。ありがとうございます。